まあいいや。こんばんは。こんばんは。やっほー、みんな元気？よいしょ。おいちちょう。いただきます。うん、うん、うまっ。あとは、おでんもあります。おでんも買った。こんばんは。こんばんは。うん、うまっ。今は〇〇 AKB の収録をしてきました。元気？元気です。元気？みんな元気？で、次はレッスンがあるまで待機してます。そう、レッスン待ちです。あれ、あやです。うん、あ、お疲れ様です。お疲れ様です。これ戻しに来ました。え、ありがとう。買いますか？え、いい？あ、全然。ごめんなさい、むしろ。うん、全然。今やってる。あ、やばい。ごめんなさい。全然。ごめんね。あやみんでした。ごめんなさい。え、全然。これしたらどうやってミュートすんの？ミュートは、うん。あ、これか。あ、そうです。でーす。イェーイ。あやみんが来てくれました。あやみんさんが。イェーイ。かわいい。ツインテール。え、嬉しい。そう、ツインテールです。あやねさんのファンの人って私のこと知ってますかね？知ってるよ。知ってますか？知ってるよ。嬉しい。絶対知ってる。ヘイミンちゃんです。ごめんなさい、これ本当に。え、全然全然大丈夫です。いえいえ、バイバイ。お邪魔しました。バイバイ、ありがとう。失礼します。ありがとうございます。またね。あやみんでした。うん。あやみんも配信してたんだね。あやみんが使ってたライト？ライトをライトスタンド届けてくれました。うん。もう白い丸いやつ、あやあやですね。そうそう、なのだから、あやといううちわを見つけても、あやみかねか、あの見るまでちょっと、判断できない。
これからレッスン、そう、これからレッスンです。僕たち散歩締め覚えれるのかな。それはその子次第なんじゃない。覚えようと思えば誰でも覚えられると思います。クルちゃんとか4ポジぐらいやってるし。うん、サホさん、サホさんも3つぐらいやってんのかな。ロンポジすごいね、すごいよね。絶対なんか違うところやっちゃいそう。こんばんは、こんばんは。なんかここでさ、みんなカラオケしたりしてるじゃん。本当自分のイヤホンなのかな。有線のイヤホンとかさ、もうさ、どこにも売ってなくない？そんなことない？やっぱ有線のやつつなげんの、みんな。生姜焼きさん、くまちゃんありがとうございます。生姜焼きさん大好き、くまちゃんありがとう。こんばんは、あやねちゃんだ。あやねちゃんです。なんかここにさ、マイクついてるさ、やつじゃないとできないじゃん、カラオケ。そう、なんかそれ買わなきゃ。こんばんは。みんな1月も終わりますが、今年始まって1ヶ月どうですか？うん、土曜
めっちゃ声でくまってた。土曜久々。待ってまーす。九州に飛ばされてますよ。かわいそう。ますます会えないね。何食べてるの？これからおでんも行きたいと思います。おでん。わあ、ちくわぶめっちゃ染みてる。いいね、最高。わあ、クタクタのちくわぶ大好き。わーい。高校受験、え、今中学生ってこと？やばすぎ。腰が痛い1ヶ月。治った？おでんはウインナー巻きとちくわぶと何買ったっけな、白滝か、多分白滝かな。ですね。あ、はんぺん、そう、はんぺんもある。はんぺん一番上にあるのに忘れてた。癖のあるチョイス。え、そうなの？ファンクラブイベント楽しみね。ファンクラブイベント楽しみです。え、皆さん来てくれますか？うん、染みている。うん、お、ありがとう。夜、昼夜。もう水さんいない。そう、水さんいないのよ。どうしよう、不安。うすいさんいなかったらできんのかな、イベント。ファンミってどんなことするのね。それは来てからの楽しみですね。でも私のソロイベント来てくれた方はなんか大体わかるかも。
こんばんは。どうしよう。どうすんだろう、どうなるんだろう、わかんない。この間の選曲良かった。うん、ありがとう。何歌ったっけな。ラブライブ歌ったわ。あんたとあなたとクリスマス、あなたとクリスマスイブか。それでも好きだよ。そうだ、それでも好きだよも歌ったし、ずっとずっととかも歌ったわ。エイリアンプレッシャー、うん、エイリアンプレッシャーもだ。こんばんは。そう、でもバレンタイン、一応バレンタインっていうあれだからどうなるんだろう。ん？ウインナー巻き美味しい。こんばんは。バレンタインですね。うん。レッスン着、うん、レッスン着、そうだね。なんか外でもできるレッスン着みたいな、なんだろう、完全にレッスン着ではないけど、レッスン、なんかそのまるまる AKB は私服じゃん、収録が。そう、でも私服からレッスン着て着替えるのめんどくさいなと思って、荷物になるし、なんかすごいあの可愛いレッスン着、ジャージみたいな、別に私服でもまあおかしくはないみたいな。
おしゃれジャージ、そう。あとあれ、なんか12月じゃない、あの2月の11日になんかアサルトリリーっていう舞台やってて、そこで共演した声優さんがいるんですけど、もえみさんっていう方のイベント、朗読なんか読み聞かせイベントみたいなのにゲストで呼んでいただきまして、なんか朗読劇的な感じなので、なんかぜひそちらも、なんか幼稚園、そう、なんか幼稚園みたいなって言ってた、絵本読み聞かせるんだって。それでゲストで呼んでいただいたので、そう、ぜひあの来てくれたらいいなと思います。します。そう、入園してください。みんな。なんか萌実さんはすごい。なんか会うたびに可愛いね可愛いねって言ってくれて、なんかすごいなんかお気に入りにしてくれています。ありがたい、綺麗なお姉さんにお気に入っていただいて。読んでもらってたの？よく読んでもらってたのはなんか怪獣みたいな、なんか恐竜をなんか弱虫猫が通り抜けるみたいな、なんだっけあれ、夜に、夜じゃないと抜けれないみたいな、夜になったらそのなんか恐竜みたいな、竜みたいなところ抜けれますみたいな、なんだろう、それぐらいかな。初めてそのひらがなを読もうみたいな、初めて文字を読んだ本かも、だから覚えてんのかな。こんばんは。そう、どうなんだっけ、全然タイトルとかわかんない、忘れちゃった。よいしょ。
きふき。こんばんは、こんばんは。弟くんとかに読み聞かせ、してたかな。全然記憶ないわ。いや全然読み聞かせてない気がする。読み聞かせてたのかな。記憶ないな。わかんない。全然記憶ない。やってそうね、やってそう。ねみ。今何時だ？なんかずっと iPad でショールームしてるか、家だとさ、あ、ふっきさん、タワーありがとうございます。やった、ありがとう。ふっきさん、いつもありがとうございます。7時32分、昨日波動優勝してたね。すごい、まさかの優勝、すごいです。いやこれは結構強いんじゃない、ポッケムリね。まさかのポッケムリが優勝ですよ。びっくり。ということで私もレッスンに向けてちょっとお昼寝しようかなと思います。ランキング見ます。13位スマイルさん、ありがとう。12位カエデさん、ありがとう。11位大粒ちゃん、ありがとう。10位ショートさん、ありがとう。9位桜のお友達さん、ありがとう。8位 YSN73 さん、ありがとう。7位マッタさん、ありがとう。6位ゲコタさん、ありがとう。5位清水さん、ありがとうございます。4位ホマレさん、ありがとう。3位フミオさん、ありがとう。2位アシュラさん、ありがとうございます。1位は、生姜焼きさんです。ありがとうございます。ありがとう。ではでは、またバイバーイ、行ってきます。バイバーイ。